ごきげんよう。金曜日のアフロディーテ TV 始まりました。今週もよろしくお願いいたします。小谷由紀です。まずは今日のお着物ですね。今日はこういう絞りです。まあ、ヒッタ柄とかカノコとか言いますけれどもね。で、帯もこんな感じでカノコ柄の帯で合わせてみました。トムソンちゃんはですね、ちょっとこの黒の雪輪の柄に半幅帯でちょっとダブルリボンにしてみました。今日はですね、半襟のお話をちょっとしたいなと思っております。半襟っていうのはですね、お着物の下にはお襦袢って着るんですけれども、このお襦袢の襟元にこのついているこの普通の襟ってこう広いのを2つにこう折ったりするんですけれども、だからその半分っていうことで半襟って言います。半分っていう字に、衣辺に今って書く襟と、あと衣辺に金汁の金って書いたあの襟って書く場合、両方使われてたりしますけれども、最近はどうだろう、今って書く方が多いのかな。あの金の方があの割と洋装というかの、あのワイシャツとかの襟とかに使われたりするので、割とお着物のは今っていう字を使われていることが多いかもしれないですね。まあ、長襦袢についてるっていうことはですね、長襦袢っていうのはいわゆる下着なんですけれども、あの下着の一部分をこうやってこうお見せしているということになりますので、あの民族衣装的にもですね、ちょっと下着を見せるという分では珍しい文化というかかもしれないですね。半襟の役割なんですけれども、お襦袢にこうつけるわけですね。で、昔はなんかお襦袢をそう毎日毎日洗うっていう感じじゃなかったみたいで、でこの皮脂汚れとかですね、あのお化粧とか整髪料とかこうついちゃうと、それをまたこう外して違うのを取り替えて、で洗ってまたつけ直してっていう感じにこうしてたみたいですね。それが本当にあの本来の半襟の役割だったみたいですけれども、でもあのもう今はですね、こうおしゃれ用にすごいなってきてまして、あのお襦袢も、まあ、もちろんあの証券のものとか自宅で洗えないものもあったりするんですけれども、こう付け替えてそのまあいろいろ楽しむという感じに今は半襟はなってきています。私も半襟が大好きで、こういろんな半襟を持ってますので、いろいろこうお見せしたいと思います。今日はトルソーちゃんはこういう刺繍の半襟をしてますね。そして、こちらの方に行きます。こちらもまあ刺繍なんですね。ちょっとこう違う感じですけど、そしてこれが私結構大好きなんですけれども、このワインとこうブドウ柄ですね、この半襟もあります。でこういうスワロフスキーのキラキラするような感じの半襟もありますし、こんな可愛いオカメちゃんの半襟もあったりします。それとかこんなこう季節物ですね、これから桜の季節になったらこれをつけようかなとか、それとまあもう今もこれ外そうかなと思ってるんですけれども、こういう雪の結晶のものとかですね、もう言い出すとこうキリがないぐらい半襟っていっぱい種類があるのですごい楽しめます。で私は今日はこういうビーズの半襟をしてるんですけども、割とこうあの初期の生徒さんとかですね、最初こう着物着始めの方にはこれを結構おすすめしてて、なんでかっていうとですね、あんまりここにシワが寄りにくいんですね。で昔はビーズって夏だけじゃないのかなとかっていう感じに言われてたんですけれども、今はもう年中皆さんつけてられますね。こういう黒のビーズも私好きで持ってたりします。黒赤とか好きなのでこんな感じですね。半襟っていうのはそもそもですね、こういう形状にこうなってたりするんですね。こういうでこれをこのここにこういうふうにこう縫い付けるわけですね、お襦袢のところに。で面倒くさいとかって言われたりする人もいるんですけれども、私はいちいち縫うんですけども、結構今はなんか両面テープがあったりとかするらしいですね。使ったことないんですけどね
と本当にもう季節、さっきみたいに季節ものだと割と私は大雑把なもうダーッとこう縫い方をしてて、ここさえ見えればいいので、あともピッて外しちゃう、縫ったのを外しちゃったりとかしてますので、割と思うより簡単なので、お着物好きな人は半襟をすごく楽しまれてもいいかなと思っております。今日は半襟の話をちらっとさせていただきました。まあ、季節を感じたりとかですね、可愛い半襟をつけたりとかして楽しまれたらいいかなと思います。ただやっぱり TPO に合わせてですね、ここにこれはっていうのだけは注意して楽しまれたらいいかなと思っております。1000円ぐらいからですかね、もっと安いのもあるのかな。もう本当に飾りのその刺繍のはもう何万円もするようなのがあったりします。いろいろこう見られて楽しまれたらいいかなと思います。今週もご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。また来週金曜日お会いしましょう。ごきげんよう。出てます。